ませんでした。これは全部観察用紙を借ります。ダメなことをしているときにどうすればいいのかなと思います。チケットシーツ、はい、叱るとき、叱るときはまず叱る言葉を決めとく。ノーとかダメとか、ダメって言われる、ダメね、じゃあダメ、必ずこの言葉で叱るんだけど、はい、ちょっといつもより大きい声で、あとちょっと低めの声で頑張ってます。それは聞こえて、こっちもギリ、うん、大きい声で低い声でで一言でで叱って、で、まあ、なんかしちゃいけないってことした時に叱って、でまあ無視する。いや無視もね、あんまり長いこと無視してもね忘れちゃうんですよね。だからまあ無視もね5秒前後ぐらい。あ、それ無視なんですか。それはまあ怒られてるの分かってれば10秒やってもいいですよ。うんちしたんで FT していいですか。この子って FT しない、まだカルテは5から10秒ぐらい。それでその後必ずあのおいで、おいででもいいし、名前呼んでアイコンだけど、あ、懸命したくない、弁解しますか、はい、おいでって、まあ、ご褒美あげるとか名前呼んでアイコンタクトしてご褒美褒める、これをね最低5回はやってほしい。要は1回叱ったら5回褒めるにしといて、そうすると叱られた子のこれがより効いてくるはずなんですよね。面倒くさいです。だから1回叱ったら5回とりあえずやらなきゃ、んから叱った後それ叱りっぱなしは絶対ダメだからさ、というふうに、いうふうに。でまずは何が一番困る？噛む。じゃあそれのその時に、やっぱ噛んじゃダメだからさ、噛んだらダメって言っても語尾を無視する。懸眼の時にやっぱりこうどうしてもこう押さえつけたりすると、もう最後なんか噛んでるんで指が口に入ってる時の方がもうぐっと握れるんで、もうそのまま握ってるけどやっぱ結構痛いんですよね。あの乳歯だからね。だからもう。どうして持ってもこうすぐこう指を中に入れてくるんで、じゃあまず噛むことね。それ以外は叱らんでください。でそれがちょっとできるようになったら他のことですね。それからあと今なんか言おうと思ったんだけど忘れちゃった。まだ思い出したらいい。噛まれて結構その、まあ一回ダメって言ってもまあ話さないんですよ。なんとかこう引き抜いて無視って感じですか。そうですそうです。まあ、この噛まれてる最中にダメって言ってその後無視しても無視されてると思ってないからさ。ああ、そう。取ってからダメって言って無視。ダメでいいかな。ダメが、まあ、一番結局その決めといても違う言葉だとは自分たちがとっさの時に出てこない。じゃあいいですよ。これでね、やってください。ありがとうございます。はい、すいません。